皆さんこんこにちはブロガーのです今週のカンブリア宮殿はジャパネット高田ということで皆さんご存知の会社だと思いますけれどもなんとですね 脱カリスマ経営ということでもう知らないうちになんと2代目社長に変わっていてこの創業者の高田明さんはもう出ずにですね見事にワンマン経営から脱却して軌道に乗せている会社ということでこれ非常に面白い内容だったので、えー、簡単に番組の内容を紹介していきたいなと思いますで、まあ、皆さんご存知だと思いますけれどもジャパネット高田創業者の高田明さんなんとですね 長崎の佐世保市,市内の小さなカメ,ラ屋カメラ屋さんから成り上がった人ということなんですけれども、もう本当にこの人の語り口だけで商品が売れるという、もう完全にもうなんていうか、もうこの人依存、この人だけによる会社だったわけですよね。でえー、ところがですね、2015年になんと社長を交代しておりまして、創業者の長男、なんと4人。 歳の長男にです、ね、バトンタッチをしているんですで、えーまあ、この長男がです、ねまあ、父親の姿をずっと見てきて、もうこの父親のカリスマ経営、ワンマン経営から脱却しないといけないと。でないと、もし,、ね、もしお父さんが亡くなったら、もう、ね、どうしようもなくなっちゃうし、まあ、そもそもいろんな社員が、もうとにかくお父さんの顔色をかかって、お父さんの言うことしか聞かないと。 こんなんでは成長は見込めないということで、脱カリスマ系脱ワンマン経営に乗り出すということなんですけれども、これがですねうまくいってて、素晴らしい改革なんですね。でまずは、ですねこの長男はテレビ通販の MC には出ないと、自分は向いてないと。 その代わり、この創業者が出なくても、いろんな人を育てて、創業者が出なくても売れるようにということで、なんとテレビ通販の MC を8人に増やして、ですねえ創業者が出なければ売れないという状況をまあ改革していると、これ、非常に素晴らしいことですよね。それから、ですねまあこれまでなんとその商品の仕入れとか番組の構成とかも、全部この創業者の直感頼みでえやっていたのを、社員に権限と責任を持たせてですね、 社員がきちっとこう判断もできるような、でないとこの創業者がいないと何もできなくなってしまうので、まあ、そういう体制からの脱却を行っていると。 あとこれが非常に多分実は肝なんじゃないかと思うんですけれども、なんと商品数を8500から777に絞るとで、厳選したいものを売ってサービスを充実させる、これ、非常に良くて、えー、結局ですね、商品数を絞ることによって、社員がまずその、ね、8500もあったら商品分からないじゃないですか、でも社員は商品数少なくなったから、えー、商品のことがよく分かると。 でしかも厳選した商品なのでその要はいろんな商品を少しずつ売るんじゃなくてもうこいい、e、という商品を何十万台も売るという戦略に変えてでそれによっていろんなお客さんからのフィードバックを寄せられてそれを商品改善していくと。 でさらに商品を絞ったことによってなんと自社で修理をするというサービスとかアフターサービスも充実するということで絞ったことによってアフターサービスとかも充実する要はですねなんとなくテレビ通販っていかがわしいものをなんか衝動買いさせてあとは知らぬみたいな感じなんですけれどもそうじゃないんだと。 いいものを売って衝動買いで買ったとしても本当にいいものだったねと、と、アフターサービスも丁寧だったねっていうことをするために商品数を絞っているとこれ非常にこれなにすごい素晴らしい改革なんじゃないかなと思います。あととここれれもも、すすごいことなんでででけれども、まあ、結局今まではテレビ通販で創業者が出て、その経 ね、軽妙の語り口で売るというのが全てだったんですけれども今はなんとカタログチラシで4割以上の売り上げということで、まあ、テレビ通販でそんなに売れなくてもカタログチラシで確実に売れていくと、まあ、これもやっぱり商品力要は喋って面白いからこの人を売るんじゃなくて商品力にやっぱり力を入れているっていうのはすごくこう事業の継続性とか会社の継続性を考える上で非常に、えー、ね 素晴らしい改革なんじゃないかなと思います。 えー、そして、えー、一方、ですね商品数を絞っている反面、食品にも、えー、参入していって、まあ、グルメ、定期便とか、ですねこれ、非常にいい仕組みですよね、まあ、通販と食品って相性がいいと思うので、えー、あとはウォーターサーバーとか、まあ、旅行はちょっとどうなのかなと思いますけれども、まあ、あの家電にこだわらず、えー、いろんなジャンルもやっていくというのも、これも一つ選択肢を広げるという意味では、素晴らしいのかなというふうに思います。 で結果どうなか、どうなったのかというと、なんと2代目社長がですね就任して以来、まあ、売り上げが増えて過去最高の売り上げを記録しているということで、まあ、本当にですね素晴らしい改革、よくですねこの創業者の長男がここまでできたなというふうに思います。 えー、ということで、えー、今週のカンブリア級で非常に面白いです、単にジャパネット高田がいかに素晴らしいかというよりも、ワンマン経営の,その創業者頼みの会社って、この世の中にいっぱいあると思うんですけれども、二代目が何をすべきなのか。 ワンマンマ経営からどう脱却すべきなのかっていうヒントが詰まってる非常に素晴らしい特集だったのでぜひ見逃し配信等で見れる方は見ていただきたいなと、まあ、番組の内容はこんな感じなのでぜひですね,あのね創業ワンマンで困ってる会社は参考にされたらいいんじゃないかなと思います。